ジャランベサール・スタジアムは、シンガポール・ジャランベサール通りにある、人工芝の競技場。主に、U、U-23 サッカーシンガポール代表が、S リーグに参戦する際のホームスタジアムとして、用いられている。また、サッカーシンガポール代表の試合に用いられることもある。1929年のボクシングデーに会場した、シンガポール最初のスタジアムである。 1932年から1973年までマレーシアカップの試合が行われていた。シンガポールが日本軍の占領下にあった湘南特別市時代にはシンガポール家境虐殺事件における取り調べの際に使用されたとされる。また、戦時中はシンガポール国内において日本語を教える語学センターとしての役割を果たしていた。 第二次世界大戦後は1955年のシンガポールユースフェスティバルや1984年のシンガポール国家式典のパレードなど様々なイベントに使用された。1999年に改修工事に着工した後、2003年6月に収容人数を6000人として再び会場。2006年には FIFA フフのプロジェクトにより、 ピッチに一つ星の人工芝が100万ドルをかけて整備された。2008年には40万ドルをかけてより高品質である FIFA フ二フつ星の人工芝が FIFA フフゴールプロジェクトにより再度整備された。2006年にはこの人工芝のピッチで AFCU-17 選手権が開催されている。2010年に開催されたシンガポールユースオリンピックの期間中は サッカーの試合会場として使用された。ありがとうございます。